最後に聞いていただくのはにわか自信。これは、何かと申しますと、連邦5年、1834年、今回はですね、その、イノクソが1845年、1826年から1845年の間の曲を中心に起こる、だからこの辺が一番、なんていうんですか、栄えだったんでしょうね。要はね、あの幕末の前ね、なんかやっぱりいい時代だったんでしょうね。そういう時に、あの長唄が非常に流行っていたんでしょう。もというか、芝居っていうか、それこそあの芝居しかないわけで、芝居っていうのは歌舞伎しかないわけとかですね、見るもの歌舞伎が寄せがあったぐらいのことでしょうからね、テレビもなければ映画もね、オランダのムジュラインが電気もねえわけでございますから、それでそう見てたわけで、そういう時が楽しかった。だからいっぱいヒット曲が生まれてるわけでございました。にわか自信、これは詩詞、愛用一詩っていう歌詞をもとに、吉原の秋の行事であるにわかの様子を盛り込んで、吉原の日々こもごもを書いた曲でございます。でも立派に書いてありますが、どういうことかと言いますか、獅子物っていうのはね、神在入国っていう、要はね、なんか、なんちゅうの、尊いもの、尊いものっていうか、なんかこう理想郷みたいなもんですよ。それをぐっと、獅子物がいっぱい流行ったんでしょうね。いろんな獅子物を作って、これ車に持ってきちゃってもいいんじゃねっていう、ちょっとポップなやつが出てくるわけですよね。いやいや、それ全然違うもんじゃんって、車は車のもんで、こっちのものは なんていうか、なんちゅうの、なんつったらいいのかな、これ何を例えても放送できないようなことになっちゃったけど、要はこう優れた人たちのところと、そうじゃこちらのなんていうか、絶対間違っちゃいけないものをぐっと持ってきて、こっちにもそういうのをっていう、分かってくださいな、そういう感じだから、まあ、要はアングラ長唄ってすごいですね。今の歌謡曲とかロックができないようなことが平気でやってしまう、まあ、歌舞伎という芝居がそうでございますけれども、本当に、そういうポップな感じ、ポップちゃポップという感じのものでございます。だから雉とか雅っていう世界ですね。それをいきなり俗に持ってきちゃうということなんですね。で、吉原の中では、まあ、にわか僕ら知りませんけど、誰も吉原知りませんけれども、大体のセリフが決まってるんだけど、その時にポンポンポンとやっていくっていうのが、きっちり台本があるようでないような、そのにわか芝居っていうんですけども、そういうのが吉原の中でもやっていた、その行事がとても面白かったっていうんで、にわか自身というふうにくっつけてガシャッと好きだった。とても歌詞も面白いですしね、メロディーもなかなか洒落てるんでございます。なかなか聴いていただくとなんか面白いなっていう感じで。で、あまりこれは流派によってやりません。これは、これも池の畑六三郎さんの方が作った曲でございますので、六三郎さんというのはさっきの藤娘と同じですね。作曲者は藤娘と同じ、藤娘を作るし、岩川一も作るという作曲者でございますけど、流派によって、だから六三郎家の方ではよくやりますけれども、まだうちも女外獅子をよくやりますけど、ほとんどなかなかね、女外獅子をやるというのは少ないかもしれません。珍しい曲ですが、非常に賑やかでございます。今度は細鉢、太鼓がね、細鉢と、来たりしますね。太鼓は2種類ありますね、太鉢と細鉢。お金がないから細くなっちゃったんじゃないですか。細鉢で打つっていうと、なんだろう、祭り的な感じ。ね、もうね、そういう感じがする。太鉢になると、なんだろう、能の感じになります。そういう感じが、太鼓に出てくるわけですが、そのにわか獅子を最後に聴いていただこうと思います。どうぞよろしくお願いします。